皆さんこんにちは。カタールワールドカップで日本を過去最高9位に導いたサッカー日本代表監督森保はじめ監督、今回は森保監督がいじめ不登校だったこと、結婚なれそめ、家族、娘は有名人、年収を見ていきたいと思います。野球少年だった森保監督がサッカーを始めたのは小5の時。地元長崎市の深堀中学校にはサッカー部がなく、隣町の中学校の部活に参加していました。ですが森保監督はそこでスパイクを隠されるなどのいじめに遭います。もう練習に行かない、心の折れかけた森保監督を救ったのが父陽希氏ら大人たちでした。深堀中学校に掛け合い、サッカー部の創設にこぎつけたのです。長崎市で立ち飲み屋ポイチを経営する樋口典彦氏は、森保監督と小中高を共に過ごした一つ下の幼馴染、当時を回想する。当初は中学校の校庭が使えなかったので、はじめくんのお父さんたちが近くの工場の駐車場に練習する場所を作ってくれたんです。砂利だらけのピッチ、それが森保監督の原点だったそうです。中学卒業後は長崎日大高に進学します。試合で仲間がラフプレーを受けると相手に飛びかかっていくような熱血男だったといいます。ですが怪我を境に一時期不登校になってしまいます。元長崎日大校サッカー部監督の下田喜隆が当時のことを、地元の強豪だった国見高校に勝てずモチベーションが下がっていたようでした。やんちゃな子たちとつるんでバイクに乗ったりして遊んでいたんです。下田氏が家庭訪問をしても隠れて姿を見せなかった。父が学校を辞めさせようとした寸でのところで森保監督は学校に戻ってきます。今の時代なら問題になりますが、ゴールからゴールまでの間引っ叩き続けた。そこからは熱心にサッカーに打ち込みました。なお森保監督の妻は高校の同級生です。陸上選手としてインターハイに出場した美少女で、学校のマドンナ的存在だったといいます。森保監督は現役サッカー選手だった1990年に結婚しました。嫁は一般女性のため、職業や経歴などの詳細は公表されていませんが、名前は由美子さんだそうです。現代のサッカー選手はツイッターやインスタグラムで結婚発表を行い、一般人の嫁でもインスタグラムなどで生活を発信していますが、森保監督が活躍していたのは平成初期で SNS 環境は整っておらず、結婚報告や嫁の写真などは残されていません。また J リーグが発足されたのは森保監督が結婚した翌年で、森保監督は当時サンフレッチェ広島の前身である松田に在籍していました。森保監督と嫁の馴れ初めを見ていきましょう。森保監督と嫁は高校の同級生として出会いました。2人は長崎県諫早市にある長崎日本大学高校の出身で、高校当時から交際していたといいます。森保監督は長崎日本大学高校のサッカー部に入部し、攻撃型 MF のポジションで山梨国体選抜でも活躍。嫁に関しては高校時代の情報はありませんが、サッカー部のエース的存在だったであろう森保監督と当時から交際していたことから、同級生のマドンナポジションだったことがわかります。その後高校を卒業して森保監督は松田に入団し、高校卒業から4年後の1990年に結婚に至りました。森保監督の嫁は現在専業主婦で、監督業で多忙な森保監督のために家事育児を完璧にこなし、心身ともに疲弊する日本代表監督のサポートに徹しています。その完璧な主婦ぶりは森保監督自身の口からも語られており、クラブハウスに入り浸りで家庭のことは何もしていない、仕事バカな私を支えてくれると愛情にあふれたコメントをしていました。また森保監督が監督としてサンフレッチェ広島を J リーグ連覇に導いた際には、いつも支えてくれている家族にもありがとうと言いたいですとコメントしています。結婚から30年以上が経った今も夫婦仲は良好で、嫁のサポートに支えられて監督業に専念できていることがうかがえますね。家族構成は妻、長男、次男、三男の5人家族です。男の子ばかりで賑やかそうなご家族ですね。一時元 HKT48 の森保まどかさんが森保という名字と
同じ長崎県出身であることから森保監督の娘さんではという噂が流れましたが、娘さんではありません。森保という名字は長崎県、広島県、岡山県に多く、全国で680人しかいないと言いますから、親子だと勘違いされても仕方がないかもしれません。またなぜか森保監督について調べると娘、芸人というワードが出てきますが、森保はじめさんには娘さんはいないので当然ガセです。世界の果てまで行って Q に出演しているお笑い芸人の森山明日香さんの父親がサッカー元日本代表で U17 監督の森山義郎さんであることと情報が錯綜してしまっているのかもしれません。森保監督の息子3人について見ていきましょう。森保一さんの長男は森保翔平さん、1991年8月17日生まれで、2024年1月現在の年齢は33歳です。広島ユースから法政大学に進学し、2014年に蒲田マーレ讃岐に入団、2015年には蒲田マーレ讃岐を退団し、ニュージーランドのワイタケレユナイテッドに移籍したものの、2019年に現役を引退されています。現在は弟の森保圭吾さんらが運営しているサッカー系 YouTube チャンネルリゼムのカメラマンや、コナミの公式 YouTube チャンネルが運営するサッカークラブのメンバーとして活躍しています。森保監督はサッカーを辞めて YouTuber になるという翔平さんに対し、好きなことをやれというスタンスだったのだとか。現在はプレイヤーではなく裏方として活躍しているのですね。森保監督の次男は森保圭吾さん、1993年9月22日生まれで、2024年1月現在の年齢は30歳です。長男の翔平さんとは2歳差ですね。翔平さんと同じく広島ユースから流通大学に進学し、2016年にオーストラリアのエッジワースに加入。その後はフィリピン、ドイツなどのクラブチームを渡り歩いた後、2019年に引退しています。2020年から前述したように登録者数20万人を超える人気サッカー系 YouTube チャンネルリゼムのメンバーとして活躍中の圭吾さん、親父の七光にはなりたくないと当初は森保はじめさんの次男であることを表に出さずに発信を続けていたそうです。現在はサッカー好きの若者にとって憧れの存在なのではないでしょうか。森保監督の三男は森保陸さん、2000年7月27日生まれで、2024年41月現在の年齢は23歳です。森保陸さんは広島ユースから立教大学のサッカー部で活躍。立教大学サッカー部のブログに、後輩へ、俺が日本帰ってきたら飯連れて行ってあげるので声かけてください。と書いていたことから、2022年3月の卒業後は、海外のチームでプレーをする予定のようです。今後はお兄さんたちの YouTube チャンネルリゼムにも出演することもあるかもしれませんね。最後に森保監督の現在の年俸について見ていきたいと思います。現在行われているアジアカップの出場監督の年俸ランキングをカタールのテレビ局アルカスが11日同局の SNS で伝えています。同局が独自で調査したもので、日本代表の森保一監督は出場32チームの監督の中で6位の120万ドル、約1億7400万円だと伝えています。トップはサウジアラビア代表監督のロベルト・マンチーニ監督の2800万ドル、約40億6000万円で、森保監督の約24倍の金額でした。2位は韓国代表のユルゲン・クリンスマン監督の220万ドル、約3億1900万円。森保監督より高年俸の監督は、UAE のパウロ・ベント監督が190万ドル、約2億7550万円で3位、シリアのエクトル・クペル監督が180万ドル、約2億6100万円で4位、バーレーンのフアン・アントニオ・キチ監督が160万ドル、約2億3200万円で5位でした。いかがだったでしょうか。今回は森保監督がいじめ不登校だったこと、結婚慣れ初め、家族、娘は有名人、年収について見ていきました。今後の森保一さんや息子さんたちのご活躍にも注目ですね。最後までご覧いただきありがとうございました。コメントを残していただけるとありがたいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。